日本のですね役所が、まあ、国民のことを考えずにですね、自分たちの利益ばっかを考えているようになったのは、まあ、それほど昔のことではないんですね。やっぱり、社会が崩れる時っていうのは同じように崩れるので、まあ、1990年にバブルが崩壊した時あたりでですね、まあ、その前に社会が崩壊する兆しはあったんですけど、はっきりと目に見えて社会が崩れてきたのは1990年ぐらいなわけですね。まあ、環境省がこれからは環境の時代だと、まあ、いうことで、まあ、旗を振って、まあ、意味のない分別リサイクルとか、まあ、ダイオキシン騒ぎなんていうんで、まあ、ものすごく天下り先を作ったりして、まあ、役人が儲けたわけですね。それからまあ1990年のちょっと前ですが、消費税というのを導入して、最初は恐る恐る 3%、 それを5にして8にして10にして、税収はほとんど65兆円ぐらいで変わらないのに消費税だけ上げてきてですね、結局国民は消費するときに、消費税払わんといかんので、結局は消費税分だけ物を買うのやめちゃったと。でこれはうーん、環境省とも協力してですね、なんか環境のために節約しろとかいうことをやって、それで税金を巻き上げると。しかも NHK も協力して、まあ、日本の財政は、1000兆円が赤字であると。そんなことないんですね。日本は黒字ですからね。300兆円から400兆円ぐらい黒字で、赤字なのは政府が勝手に金を使った分だけ国民から借りてるわけですから、国民から言えば黒字なのに、 NHK が国民一人当たり800万円の借金、子孫にお金をつけるなとこう言ったと、子供に付けを回すなと言ったと。ご婦人方は内容よく分かんないもんですから、子供たちに付けを回すなら増税も仕方ないかっていうようなことを言ったんですけど、実は国民は一人当たり800万円の借金があるんじゃなくて、政府に貸している状態だわけですから、貯金を借金と言ったのが NHK なんですね。自分の受信料を払ってくれてる人にそう言ったわけですね。で、今度経産省ですよ。まあ、経産省はまあこれ以外にですね、日本の IT 産業を潰したり、それから大規模なんか工業団地とか計画作って全滅したりしてるんですが、今度のレジ袋はもっとすごいですね。中国の支援ですよ、これ。それは経産省がやって、それで NHK がその後押しをしてるということですね。 NHK はもともと何の理由か分かんないんですけど、多分財界の圧力か、首脳部が中国から脅されてるかよく分からないんですけども、非常に中国寄りなんですね。中国は反日なんですよ。で、最近特に尖閣諸島ですね、これは私、昨日か虎ノ門ニュースで言ったんですけど、尖閣諸島ってのはもともと中国も国家規模で、日本の領土だと言ってたんですよ。ところが1968年に国連が、世界の資源調査をやるときに、東シナ海ってのはまあ尖閣諸島のあるところの石垣島とかあるところなんですが、そこに石油が少しあるという報告をするんですね。そしたらもうたちまちその瞬間から中国は尖閣諸島は中国の領土だとこう言い始めるわけですね。それから最近になって次第に尖閣諸島の周りに漁船を出して、それついに最近ですね、中国はこう言ったわけですよ。日本政府に申し入れてきたんですね。尖閣諸島は中国の領土だから、日本漁船が尖閣諸島の周りで操業することは領海、中国の領海違反だと。日本の領海違反なのに中国の領海違反って言うわけですね。まあ、それに協力してるのが経産省と NHK で、この一つがレジ袋の有料化なんですよ。で、このレジ袋の有料化ではですね、経産省もそれから各自治体も反抗したように同じこと言ってるんですね。まず、そのプラスチックによる
海洋の汚染、マイクロプラスチックの汚染を防ぐんだと。それから返す刀で、プラスチックを節約して地球温暖化に貢献するんだと。で、傑作なのはですね、必要なのは日本人の環境意識だって言うんですよ。日本人の環境意識が大切だって言ってるんです。で、全然数字出てきません。それは数字を出すとトリックが全部割れますからね。簡単な数字をちょっとここで計算しますと、日本のプラスチック消費量はまあおおよそ1000万トンなんです。これ全部おおよそでやってます。生産量は1400万トンなんで、輸出入なんかありまして、まあ、ちょっと少なめに見て日本のプラ消費量は1000万トンです。でレジ袋はね、これもいろいろ計算があるんですね。袋はいろいろありますから、まあ半分節約するってことはほとんどできないと思いますが、まあいろいろこういう数字で議論のあるような数を出しますとね、まあ国の言うことを全部虎の言うを聞く狐みたいなことを言う人がいっぱいいるんで、ね、国のことを言うときにはよほどこっちが慎重にならないとですね、お前はなんだって言ってくるのがいるんで、しょうがないから6万トンにしました。半分ね、こんな半分も減りませんけどね、まあ一応半分にしました。それとも議論は変わりませんから。日本の CO2 排出量は 3.3%、 これはかつて 10% ですから、すでに日本はですね、まあ、随分節約したりなんやりして、もうすでに3分の1になってるんですよ。昔の CO2 の問題が出てきた頃から見れば3分の1に減らしてます。で、日本人のできる削減はですね、みんなが苦労してレジ袋有料になっちゃってもうめんどくさいでしょ。それで日本が削減できる削減量の率はですね、全世界の 0.02% なんですよ。ものすごい苦労して 0.02%。 もしも経産省と NHK が習近平に要求したらどうなるかってことですよね。そしたらですね、習近平に何を要求すると簡単ですよね。もう日本が今まで3分の1にしたから、これ以上するってことになるとレジ袋を節約したりなんかしてほとんど効果がないと、 0.02% しかないと。習近平にですね、あなたが削減できる量は日本と同じ努力をしたら 9.9% だと、世界の。だから日本人のこれからの努力の 500倍できると。もちろんこういった削減なんかはですね、最初削減するのは割合簡単なんですが、削減をもうすでに3分の1してるからね、これ以上削減するのが難しいってのはそれは当たり前なんですよ。それをやったわけですよ、経産省が。経産省なんで習近平に言わないんですかね。もちろん怖いからですよ、怖いから。その他のことをちょっとここで付け足しておきますとね、海洋汚染はしません、レジ袋では。っていうのは日本のレジ袋で、ゴミ以外のところに、ゴミとかリサイクルとかいう以外に行ってるレジ袋ってほとんどないんですよ。それこそその6万トンとかそんなクラスじゃなくて、まあ海に行ってんのが6トンもないんですよ。まあ、6トンつったら1万分、さらに1万分の1ですからね。だから海洋汚染っていうのは関係ないんです。これは日本に関係ないんですね。日本に関係ないことを日本人に求めてもダメなんですよ。日本に関係ないことを日本人に求めてるんですよ。プラスチックによる海洋汚染っていうのは中国なんですから、主に。習近平に言わなきゃないんですよ。習近平は日本の敵なんですよ。だって尖閣諸島ので操業してる日本の漁船に対して、尖閣諸島は自分の領土から出ていけって言ってるわけですからね。それは敵じゃないですか。その経産省と NHK はなぜかね、敵を大切にするんですよ。まあもちろんこれ背景あるんですよ。日本の経済界が中国とまだ取引をしたいんですよ。だけど中国と取引でね、日本は赤字ですからね。日本国は中国の輸出入で赤字ですから。だから個別の企業は儲かる企業もあるでしょうが、日本全体としては決して中国との輸出入貿易良くないんですよ。アメリカとの輸出入貿易は黒字なんですよ。黒字のところとやるのはいいんだけど、赤字のところとやるために領土は取られるわ、国民はレジ袋有料化で苦労するわっていうようなことなんでやるんですかね。もうね、気が狂ったとしか、まあ気が狂ったっていうのはまたあれされちゃうからね、言葉遣いでも文句言われちゃうけど、
ちょっともう考えられないですよ。だって我々の税金ですからね、経産省は。 NHK は我々の受信料だから。日本人の味方のはずなのに中国人の味方をするんですよ。中国が海洋にゴミを、プラスチックゴミを出して、中国が CO2 を出してるんですよ。なのに経産省と NHK は日本の国民の環境意識が不足してるって言うんですよ。あなたね、どういうことって。あなたに金出してくれてる日本の国民が税金も出して、経産省の役人は税金を使って NHK には受信料を出して、それで NHK の人も経産省の人も生活してるにもかかわらず、しかも日本人はプラスチックのゴミを海洋に放出してませんし、それからその、CO2 ももう減らしに減らし、もうすでに3分の1になってると、にもかかわらず日本人は環境意識が足りないって言うんですよ。もう自治体なんかいつもそう言ってるんですよ。あの市民の環境意識を高めるため、どこまで高めればいいんですかね、環境意識を。死んだ方がいいですよ、死んだ方が。死ねっつってるのもんですよ。だけど各自治体も経産省も NHK も絶対に習近平に言わないんですよ。習近平に言ったらいいじゃないですか、中国はゴミを海洋に捨てるなと、日本に来る海洋のゴミはほとんど全てが中国だよと、何やってんだと言わなきゃないですよ。小池都知事なんかもむちゃくちゃなんですよね。コスタリカの亀の鼻にストローが入ってる、あんなの嘘に決まってるじゃないですか。亀ってそれほど運動神経悪くないですからね。だからプラスチックは自分の鼻にずっと入るまで黙ってるのもないですよ。あの写真は僕の調査ではアメリカの学生がコスタリカに行って撮った写真だと思うんですけど、やらせですよ。だから中国がゴミを海洋に捨ててんですよ、経産省の皆さん、 NHK の皆さん分かってます。それから CO2 の排出量も日本は減りに減らして3分の1、習近平のところは 30% 全然増大させてるんですね。習近平ができる削減は日本の500倍、日本国民が全員が頑張る500倍、しかもゴミは海洋に捨ててない。何にも日本の国民は環境意識も高いし悪いこともしてない。そっちに刃を向ける。しかも自分たちの生活の給料は国民からもらってる。何ですかね一体これは。本当にそう思いますよ。